も皆様こんにちは、こんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら。本日もウィキドット様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで今回はどのレベルなのかしら。今回ご紹介するのはレベル27ザ・バンカースプリングスです。ここはどんなレベルなのか早速見ていきましょう。まずはレベル27の基本情報です。レベル27ことバンカースプリングスのサバイバル難易度のクラスは0です。環境は安全で、エンティティは存在しません。あと今回の情報は、ウィキドット様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベル27は、ザ・バックルームズの28番目のレベルです。レベル27は別名、バンカースプリングス、とも呼ばれ、比較的平和で小さなレベルで、エンティティは全くないレベルです。このレベルは有限であるように見え、アクセス可能なのは、このレベルへの出入り口がある約 18.6 平方メートルの温泉だけです。このレベルは無限であるように見え、アクセス可能なのは、すべての入り口と一つの出口を除くすべての出口がある、約200平方フィート、18.6 平方メートルの温泉だけです。この温泉の水は飲用可能で、ミネラルが豊富です。レベル27の水を飲んだ放浪者は、頭が冴え、エネルギーが高まったように感じたと報告しています。このお湯の温度は平均 32.2 度で、一般的なホットタブと同じような温度となっています。洞窟の壁からは2つの開口部があり、そこから2つの小さな滝が新しい水を泉に注いでいます。小さなプールは、洞窟の隅にある小さなトンネルを通って排水されますが、このトンネルは人間が這うには小さすぎます。探検しようとしてはいけないよ。この水がどこから来てどこへ行くのかは不明ですが、水源は無限にあるようです。レベル27は、アクセスしやすく、常に出入り口があるため、レベル11などのレベルに住んでいる人たちの間で非常に人気のあるレベルとなっています。もしレベル27を訪れるのであれば、温泉で水浴びをしている他の放浪者に敬意を払ってくださいね。30人以上の他の放浪者が入浴している場合は、入水することはお勧めしません。泉の水は、少なくとも1時間入浴した放浪者に有益な効果をもたらすことが証明されているわ。放浪者たちは一貫して、以前よりもストレスが減り、落ち着き、楽観的になったと報告しているの。レベル11の放浪者は、仕事における生産性の高さも示しているようね。この水はまた、痛み、打撲、発疹、ニキビ、小さな切り傷などの軽い身体の不調を緩和することでも知られているわ。ただし、熱い湯に長時間浸かるとめまいや吐き気を催すことがあるから、2時間以上の入浴は推奨されていないの。このレベルはレベル11の住人の間で非常に人気があって、広く利用されているから、他の放浪者のためのスペースを確保するために、入浴後はすぐに退出することも推奨されているわ。洞窟の壁は石灰岩であることが判明しているの。自然の暖かい水温と湿度の高い空気にもかかわらず、レベル27には植物も生物も全くいないわ。このレベルにはバクテリアすらいないみたいね。なぜそうなっているのかは不明よ。私は不幸にもその理由を知ることになった。このレベルはシンプルで幸せな小さな春になると思っていただろう。私たちが、ザ・バックルームズ、と呼ぶこの恐ろしい場所に、希望と安全の小さな火種があるのだろうか。何千人もの人々がそう思っていた。私もそう思っていた。彼らはストレスの多い生活から解放されるために、今でもこのレベルを利用している。至福だ。平和だ。美しい。その幻想は私の中で打ち砕かれた。もうこのレベルを訪れることはないだろう。でも、入るのはまだ安全だ。この先を読まない限り、あなたの素敵で可愛い温泉であることに変わりはない。でも、私はあなたが誰だか知っている。あなたは放浪者だ。好奇心旺盛なのはデフォルトで、それが私たちの貧しい魂の本質だ。このレベルが何なのか、本当に知りたいのなら、私の発見をお見せしよう。警告しなかったとは言わせない。今日、私はレベル27にあるもう一つの滝の洞窟を探検することになった。こんな楽な仕事に就けたことを喜びたい気持ちも半分あったが、つまらない仕事になるに違いないと憤慨する気持ちも半分あった。つまり、レベル27はただの温泉なんだ。エンティティがいるわけでもないのに、一体何を見つけろというのだろう？何でもいい。私は装備を手に入れ、他の人たちと同じようにレベルに入った。ありがたいことに、MEG は私が仕事をしている間に誰も飛び込もうとしないよう、レベル11の人々に通達を出してくれていた。
彼らの配慮に感謝したい。崖の壁を登っている時に裸の男に見つめられたくないからね。クライミングは決して得意ではなかったが、このレベルで初めて用具のトレーニングを実践できたのは、ちょっと嬉しかった。結局のところ、ここから落ちても水の中に落ちるだけで、せいぜい小さな切り傷かが僕で済むだろう。ラッキーだったのは、そうなってもこの水が傷を癒してくれることだ。だから私はここで、片足ずつ少しずつ登っていった。この壁側はギザギザではなく滑らかだったが、最終的に私は開口部の端に捕まって体を引き上げることができた。正直なところ、もがけばもがくほど、誰も私を見ていてくれないことがどれだけありがたいことかということに気づいた。私の同僚たちは、私がどれだけ暴れていたかを知ったら、決して下を向かせてはくれなかったと思う。それはさておき、背中を天井にぶつけながらトンネルを這うようにしながら、私はマスクを頭からかぶった。私は流れと戦い、自分の人生の選択を突然後悔しながら、流れに抗った。温水があちこちに飛び散り、マスク越しでも目を閉じなければならなかった。これは、ある高校のトイレで渦を巻いていた、とてもとても懐かしい思い出を思い出させる。トンネルは延々と続いていて、時間も距離もすっかり忘れてしまっていた。逃げの中をどこまで張ったかはわからない。私が知っているのは、永遠に続くと思われたトンネルが、ようやく私が直立できるほどに広がる、広大な洞窟に出たということだけだ。その壁は遠く、完全な闇に包まれていた。その大きさを正確に測ることはできなかった。一番覚えているのは、天井に開口部があったことだ。穴からレベル27の空が見えた。深い藍色だった。出口までは水面から突き出た岩の山があり、私は震えながら、ためらいがちに足を進めた。野外に出た時、私が目にしたものに対して何の準備もしていなかった。紺碧の空の下には、黒い岩しかない不毛の平原が広がっていた。木の実も生命もなかった。すべてが神よりも平らだった。すべての丘は平らにされ、すべての山は潰されていた。あらゆる文明が消滅し、小さな蟻から最高峰のものまで、すべてがなくなっていた。私の足元には黒い岩しかなく、表面はまるで黒く塗りつぶされたペンキのようだった。ストームストーンだ。岩はストームストーンだった。私は、レベル27の温泉がレベルの全てではないことに気づいた。いや、あそこは、レベルの中で唯一残っていた部分だった。私は洞窟の中に逃げ込もうと後ろを振り向いた。が、洞窟はなくなっていた。私は果てしなく続く何もない野原に閉じ込められていた。一歩でも前に出れば、ストームストーンが作動し、爆発することは分かっていた。私は死んだと思った。私の人生の全てが、まるで早送りの病気の映画のように目の前で繰り広げられた。私は深呼吸をし、死を覚悟して足を踏み出した。私は目を閉じた。目が覚めると、私はストームストーンキープの肘掛ケースに座っていて、目の前のテーブルにはコーヒーの入ったマグカップが置かれていた。次に戦勝基地ね。その規模と歴史から、このレベルには基地も戦勝基地もコメにても存在しないわ。最後に出入り口です。レベル27も同じ方法で出入りできます。MEG は滝のある洞窟の角の近くに、滝が流れ出る坑道へと続く階段を作っています。トンネルは小川に沿って歩けるほど広くなっています。それを辿っていくと、レベル27から出て、元の場所に戻ります。レベル27は、機能的なシャワーや浴槽を最も厚く設定し、その中で目を閉じれば簡単に入ることができます。レベル27に入る最も一般的な方法は、レベル11から入ることです。この場合、必ずトンネルの入り口にたどり着き、そこから階段を降りて温泉に入ることができます。というわけでレベル27の紹介でした。何も知らなければただの安全な温泉なわけか。知らぬが仏。何も見なかったことにしてゆっくり休むことにしましょう。というわけで今回はここまで、リクエストは概要欄、コミュニティの投稿、X の自己紹介欄のリンクからどうぞ。ご視聴ありがとうございました。